皆さんこんにちは、セキュリティデザイン推進部の柴田です。今回はクラウド利用に伴うセキュリティ脅威についてご紹介させていただければと思います。 DX 推進、それから働き方改革に伴い、日本企業においてもクラウドサービスの利用が現在拡大しているかと思います。2023年5月に発表された総務省の調査によりますと、現在では7割以上の日本の企業様がクラウドを利用しているとされています。ではクラウドを利用にあたり、どんなセキュリティインシデントがあるか皆さんご存知でしょうか。特に昨今話題となっているのが AWS、Azure、GCP など IaaS の設定不備によって顧客情報、従業員の個人情報、それから営業秘密などの情報資産が外部に公開されてしまい、情報漏洩してしまうインシデントがございます。ここで恐ろしい点は、長期間にわたり外部から閲覧可能な状態にあったことを把握できていない点、それから実際に情報漏洩したのか、情報が悪用されてしまったかなど被害範囲がわからない点です。このようなインシデントの原因は、 IaaS の設定状態を常に管理する仕組みがない、設定が正しいか、それから設定漏れがないかを判断するスキルを持った人材が社内にいないといったところが挙げられます。こういった被害を防ぐために、弊社としてはクラウド利用しているお客様におかれましては、クラウド環境の状態を継続的に監査・管理するサービスの導入を推奨しております。ソフトバンクでは IaaS 環境のセキュリティリスクを見える化できるサービスをご紹介しています。ぜひこちらもご覧ください。